お帰り。ここはやけに闇が濃いな。まだ拡散していないんだ。コーネリア王の時代の2000年近く前だからね。闇伝いに時を遡ってジャックをここに呼んだんだ。ルフェイン人もここまでは届かないわ。機嫌が良さそうだな。面白い計画がある。何何？俺たちが光の戦士を育てる。へえ。どうやって？光の戦士はこのコーネリアで生まれる。ネオン、おそらくお前のように。なるほど。光の戦士がコーネリアの希望ならばその方がふさわしい。希望も絶望もルフェインの連中の好きにはさせるものか。ところでお前たち、俺をカオスに仕立てようなんていつ思いついたんだ。すごいな。見たか、あの戦いぶり。まさにジャック。ああ、ジャックだ。やっと巡ってきた。何が？俺たちの記憶も断片的だった。だからそれぞれの記憶をつなぎ合わせて。まるで綱渡りさ。アストスのヒントがなかったらヤバかったかも。想定外の犠牲もあったしね。でもなんとかやり遂げた。発案者も喜んでいると思うわ。発案者？アストス、お前も共犯者になってくれ。次は変えることができるかもしれない。どうかご無事で、クリスタルの祝福がありますように。セーラ様、これをお持ちください。これは大切なものですよね。触れることも許してくださらなかったの。仲間の一人が私に言ったのです。何か思い切ったことをしないとこの世界は何も変わらないと。それがこの水晶ですか？もちろん他にもいろいろ考えますよ。何をなさるつもりです？そうですね、例えばセーラ様をさらって逃げるとか。お父様が兵を出します。それは手強い。ならばいっそ私がカオスになってしまうのもいいかもしれません。今度は光の戦士が来ます。覚えておくさ。混沌の闇をまとった俺たちは光の戦士を待っている。奴らのか弱い光を見失わないよう闇は濃くあらねばならない。だから俺たちは世界を最高の闇で染めてやるのだ。